さあ今回のホリック、まずはこちらのニュースからです。東京都の小池知事はおととい就任後初めてとなる都議会で所信表明を行い、冒頭から築地市場の豊洲移転に関する一連の問題に言及、都政は都民の信頼を失ったと述べたほか、都政の透明化を打ち出し、情報公開の徹底や放漫な財政運営の見直しなど都政改革を進める決意を示しました。ということで今回のテーマはこちらです。都議会の行方ですね。小池新都知事所信表明から見る都議会の行方について一緒に考えていきましょう。まずはですね、小池知事所信表明の中で一体どんなことを言ったんですか、改めてまとめました。こちらです。やはり、待機児童や知事の給与減額、東京五輪パラリンピック、これ公約に沿った形で、具体的な話を進めていっています。例えば、保育所などの整備促進、先ほどね東京インフォメーションでね、都の方にね、保育所作ってるよ、民間にも開放するよ、そんな話もありましたね。いろいろ進めてます。人材の確保、定着の支援、そして利用者支援の充実を3つの柱にしています。今年度の目標に1万7千人分の保育サービスを整備、126億円の対策経費を盛り込むという、かなり具体的に進めていく気概が見られますね。そして知事給与どうするの、改革の決意と姿勢を明らかにするために知事報酬の半減、具体的には年間約2896万円を1448万円にということです。そして東京オリンピック・パラリンピックに関しては、施設整備や開催経費などさまざまな課題については国や、組織委員会と、緊密な連携を図って説明責任を果たしながら解決方法を見出していきたいとしていますね。確かにいろいろ切り込んでますね。小池さんになって蓋が開いた、進み始めた、そういう印象を持たれた方多いんじゃないですか。そうした中、昨日東京オリンピック・パラリンピック調整会議が行われました。結果から申し上げると、今のやり方のままやっていると3兆円を超えると、これが我々の結論であります。大会全体の運営の仕組み、ガバナンスということを見ますとですね、普通以上にお金がかかると。2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催費用などを検証する党の調査チームは、都政改革本部第2回会議で大会経費が推計で3兆円を超える可能性を指摘し、コスト削減のため3つの競技会場について建設中止を含め抜本的に見直す案を小池知事に報告しました。2兆3兆というところで、その根拠がよくわからないのというままにですね、イメージだけが膨らんでいったということかと思います。大変重い提言だと思いますし、また経費負担の問題、それから大会全体の推進体制の問題、都で整備する公共施設の問題、解決すべき大きな課題はたくさんあるかと思います。小池知事は代替地での開催が可能か本格的な検討に入り、1ヶ月をめどに見直しの方向性を示す見通しです。吉野理事会で決まり、総会でも全部決まっていることを日本側からひっくり返してしまうということは、極めて難しい問題だろうというには申し上げておきました。都の調査チームが3つの競技施設について抜本的な見直し案を示したことについて、大会組織委員会の森会長は、やるというならば大変なことだと話し、極めて難しい問題という認識を示しました。さあ具体的に見ていきましょう。3つの競技施設ですが、海の森水上競技場、オリンピックアクアティクスセンター、有明アリーナ、それぞれ400億円台、600億円台、400億円、500億に迫る招致時の 7.1 倍、どうしてこんなに膨らんでいったのかという話ですね。それを見直しましょうね。例えばこちら、復興五輪の観点から宮城県登米市に会場を変更できるかを模索。登米市はね、復興のマラソン大会なども開かれるなど、水もあって豊かな大地もあって、一方でこちらはですね、辰巳国際水泳場の改修で対応、横浜アリーナなど既存施設の改修で対応、
それができるならそれがいいんじゃないですか。まあ、賢明な知事、賢明な都の皆さんと決めたことひっくり返すのは極めて難しいと森さんは言っていました。しかしですね、実は過去の夏のオリンピックの大会でも経費削減のために会場の整備費や建設費が見直されたことはあるんです。こちらです。ロンドン、ロンドンもね、お金がかかる、それを圧縮しようということでいろいろやりました。6会場を別のエリアに移転、新設は9会場のみ、全体予算を約654億円削減、そして大会開催の3年前に IOC が変更を承認ということですか。日本の場合は4年後ですからね、間に合うんじゃないですか。そしてリオ大会、皆さん記憶に新しいと思います。僕も現地に行ってきて実感しました。プレハブ工法のスタジアムや仮設観客席を採用、建設費を最大8割カット、維持費もかからず、そして大会後も部品を地域の学校やプールに再利用、厳しい財政状況だからこそ生まれてきたアイデアや知恵、そして何といっても施設が豪華ではなくても人々が素晴らしかった、いい大会だったじゃないですか。ということで今後の競技の行方に注目が集まります。さあ皆さんの意識調査、見てみましょう。東京オリンピック競技、東京以外で行うことについてどうお考えですか。せーのドン、賛成954票、反対129、東京近郊なら良いということで567、皆さん割とこう前向きな回答が目立ちますね。ねえ、やっぱりそのままもう負の遺産になるよりかは柔軟に対応してもらいたいなと思います。さあそして一方、所信表明ではやはり豊洲移転問題についても冒頭で触れられています。ドン、まず責任の所在は明らかにします。誰がいつどこで何を決め何を隠したのか、原因を探求する義務が私たちにはあると言うんですね。ところがこの誰がいつどこで何を決め何を隠したのかっていうのは現在の内部調査では結局分からなかったっていう話なんですよね。でもこれは引き続きやりますよ。地下水で今日ニュースで取り上げました、初めて環境基準を上回るベンゼンとヒ素検出、上回ると言ってもそれが実際どれぐらいの害があるものなのかというのは非常に冷静な判断が必要。しかしながらこれまでは大丈夫って言われていたものがちょっとずつおかしいという状況に変容変質していくのは疑心暗鬼を招きますよね。そしてコンクリートの壁の問題ですよ。重たくなった建物は本当に耐震性があるのかどうか、ここもさらなる調査が必要ということです。これに対して当事者の皆さん、築地市場の皆さんはどう感じているんでしょうか。築地市場を10年以上にわたって取材を続けてきた日刊食料新聞の木村記者に聞いてきました。舛添さんが知事の時代から、議会では主に野党からですけれども、その豊洲市場の問題点でいろいろ追及するような質問っていうのはあったんですね。これ適正に執行されてると問題ない、もうそれだけで終わっちゃってて、でほとんどニュースにもならなかったんですね。その知事が変わるとこれで変わるもんなのかなっていうちょっと驚きみたいなのはあるんですが、その知事が延期っていう決断をした時には、その反発も結構あったんですけれども、その後空洞問題が起こって、市場の地下水から環境基準を超える汚染物質がやっぱりあったってことが分かったりしまして、業界側としてもその一日も早く移転っていうふうになかなか言いづらい雰囲気があるんですね。実際行くのは一定そこで仕事するのは業界の人たちなんで、問題点が何ていうか抱えたまんまの移転じゃなくて、移転する前に全部きれいにしましょうっていう方向にはなってきてると思うんで、いい方向に進んでいけばいいなと思います。ですから、ずっと続けてこられた木村さんからしても、いや問題もともとあったじゃないと、それもマスメディアの報道の仕方なども含めてね、見過ごしてきたっていう、そういうことも透けて見えますよね。諸星さんいかがですか。本当に職ですからね、こればっかりはね、真面目に考えていただきたいんですけれども、だけどあまりにも大きなお金が動くわけで、そこにはいろんな利権があると思うんでね、これ一筋縄じゃいかないでしょうね。そうですね。スタッフさん、改めていかがですか。そうですね、お金の問題ですよね、本当にコスト的なことがちょっと厳しいした方がいいですよね。2兆3兆ってそうですよね。五輪を誘致するときに復興
っていう言葉をかなり聞いた気がするんですけれども、はい、今ほとんど聞かないですよね。だってね、その前のオリンピック誘致の時だってコンパクト五輪って言って それが最大の特徴だって。オリンピックって、ね、本当にね1週間前に変えることできますよ。あ、そうなんですか。アテネのオリンピックなんてね、ギリシャですからね、何が起きるか分かんない。もうちゃんと北欧とドイツに会場作って待ってましたからね。あ、そうですか、はい、もう全て全部決まってバックアップありますから。そう、はい、森さん嘘、あれは絶対にできるものはいくらでも変えられます。まあ、だから先ほど皆さんね、はい、説明した通り、ロンドンだって IOC3 年前ですからね、はい、ツイッターもねいろいろ来てますよ本当に、なるほどね、まあ、前知事の責任とかも改めて問われますよね。舛添さんもしっかり説明してほしいなと思います。ありがとうございました。引き続きウォッチしていきます。以上ニュースオリックです。